車はもしや、もう来てるんじゃないかい？やっぱりついに合流、ヒロとよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は一緒にネクスト朝一滑らせてもらいますけども、 その前に気になる車を見せてもらいたいと思います。チェケラー。ちょっとね、その予感があったんで、もしちょっとだけ綺麗にしちゃってるー。来てます。これ無事車検が通った車。そうですね。あー、よかったよかった。あ、へえ、ブックラックになったりとか。やっぱ若い子たちはおしゃれだね、これ。やばい、生活感あふれる。さすが住んでる人の車って感じ。あ、でここに板をなんか、あー、すごい、に板と効率的に収納されてるね。はい、あそこにかけられるようにしてあるんだ。そうです、あそこに一応スノーボードする時だったらもうウェアも全部かけちゃって、うん、夏場だとそこに T シャツとか干したりしてますね。なるほどね、はい、冬だったら暖房近いから乾きやすいもんね。はい、走行中暖房あそこ出して。なるほど、なるほど。いやー、すごい。これは自分でもちろん DIY して、ね、もう1ヶ月何もせずつって、うん、ただただ、すごい、よくできてる。素晴らしい。スキー場車中泊したしてましたね。あ、ほんと。はい、というわけでヒロトさんのバンライフ感を見せてもらいましたけど、もう滑りたくてうずうずしてるんで。そうなんです。よし、じゃあ滑り行きましょうか、はい、46歳と22歳のセッション俺の半分にも来てないやないかい。おじさん今日も腰トントンですからいつも通りいつも見てます、この動画。ご存知、私がいつも紹介しているこれがマジック12いや、それが本当にすごいですよね。12のスキー場滑り放題というマジック12ですよ、はい。まず一発目、ラッテバス。撮られるの好きなのに。ポケヒロとナイスセッションでした。ありがとうございます。イエーイ。次はパウダーで会いましょう。パウダーで会いましょう。 Dude, that father is 10 men permed